こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。近年、日本では双竜型潜水艦計画。12潜水艦の建造が終了。最後11番艦奥竜と12番艦東竜は、リチウムイオン電池搭載の潜水艦となる。その通り、静粛性は世界でトップだろう。通常動力型潜水艦しか所有できない日本にとっては、リチウムイオン電池の進化によって原子力潜水艦よりも優れた性能を手に入れることとなった。これは時代がもたらした画期的な技術の恩恵を受ける。しかも日本の技術力もまた諸外国とは違っている。豪州が仏よりも日本の計画をと後悔しているだろう。中国もまた尖閣周辺を潜水艦で接近しているとの話もある。海底ではどんな行動をしているか地上からはわからない。海底と空、海上からいつも潜水艦の動きを見つけている。では、中国の原子力潜水艦が奇妙な動きを見せた映像があるのです。この奇妙な動きをした原子力潜水艦の話をしていきましょう。少し前の話です。2018年1月、宮古島及び尖閣諸島の一つである大正島の接続水域、領海に、接する一定範囲の公海を潜航しながら、日本の領海に侵入していた。中国海軍の 093B 型原子力潜水艦。この艦については、写真もほとんど公開されていませんでしたが、中国国営テレビの映像の中に 093B 潜水艦が映っていたと報じられました。中国国営 CCTV 中国中央電視台は海軍の報告として、黄海と渤海で行ったとされるミサイル兵器システムの攻撃訓練の映像を、放映しました。その映像の中に、他の艦艇とともに、この 093B 型原子力潜水艦が、含まれていたとらしいのです。CCTV で放送された映像のスクリーンショットを掲載します。093B 型原子力潜水艦と言われています。そして、こちらが2018年1月に日本の接続水域に侵入した潜水艦です。上記の 093B 型原子力潜水艦とそっくりでしょう。この 093B 型原子力潜水艦の特徴は、セイル、海後方の付け根に備えられているミサイルを収める台形状の膨らみです。また、十字となっている方向舵の上に構造物も見えます。今回放送された映像と比較してみると、1月に侵入した潜水艦と同一艦と思われます。といっても、093B 型潜水艦 G 型を含むは、2015年以降に複数が就役したそうですから、果たしてこれが接続水域に侵入してきた潜水艦なのか否かは依然として、はっきりしません。では、最大の疑問といえる
中国原子力潜水艦はどうして浮上したのかについて推理していきましょう。状況の推移を説明します。防衛省の発表ですが、2018年1月10日、海上自衛隊護衛艦トライ5航空群所属の哨戒機 P3C は沖縄県宮古島の東北東の接続水域を北西に進行しつつある潜水艦を確認したそうです。前述の通り、接続水域というのは公海ではありますが、領海に接しているため、一定の権限を行使できる水域です。ですから、海上自衛隊は、この潜水艦を2日間追跡しました。2日後の12日午後になって、尖閣諸島、中国名は、釣魚島北西の東シナ海の公海に浮上し、中国国旗を掲げた同潜水艦を海上自衛隊が確認したそうです。尖閣諸島は今更説明しなくても、日本と中国が領有権をめぐって対立している島嶼です。その付近を中国艦船がうろうろしているというのは、よくあることなのでしょう。気分的には自分の家に土足で踏み込まれたようで不愉快ではありますが、当時の防衛大臣小野寺御殿氏は1月15日、この中国の潜水艦は小球と呼ばれる093型原子力潜水艦であるという分析結果を発表しました。小球は新型の攻撃型原潜で、長さは 110m。水中排水量は 6100 トン、最大速力30ノットと言います。加えて、長い射程距離を持つ巡航ミサイルも搭載できる。原子力潜水艦ということです。かなり高性能な原潜ではないでしょうか。さて本題に戻りますと、日本の接続水域に侵入した中国の最新攻撃型原子力潜水艦は、公海でなぜ浮上して国旗を掲げたのか、ということです。潜水艦には、ステルス性、隠密性が非常に重要視されるというのは、軍事的には当然すぎることです。なのに、あえて浮上して、自分の居場所を明らかにしたという不自然さに、中国国内では、様々な推測が飛び交いました。海外の中国語メディアの分析では、原潜、小球が浮上し、国旗を掲げた理由は、一日本へ尖閣諸島の主権を主張しようとした。二日本の海上自衛隊による対潜水艦作戦のせいで追跡を振り切ることが不可能だったため、やめむなく浮上し、身元を明かしたという二つの理由とされています。実は、沖縄をはじめとする日本の琉球諸島は、中国が第一列島線として重要視している場所です。この第一列島線というのは、冷戦終結後の中国が対米防衛線とした九州から沖縄、台湾、フィリピンまで続くラインです。言うまでもなく、ここは中国とアメリカ、両軍の潜水艦が年中潜航行動を展開していると推測される海域です。
だからこそ、あえて、隠密行動という潜水艦としての第一義を捨てて、存在を公にしたのだということかもしれません。しかし、この事態に、中国国内の一部のネットユーザーから多くの意見が湧き上がりました。以下にその意見を紹介しましょう。2日間も日本の潜水艦に追跡されたということは、こちらのオトモンは完全に把握されただろう。例えれば、パンツまで見られてしまった状態ではないか。ここまでやられるとは、昇級は本当に最新の源泉なのだろうか。オトモンとは潜水艦それぞれが持つスクリュー音のことで、潜水艦によって異なります。いわば、潜水艦の指紋というものですから、オトモンのデータがあれば、どの潜水艦なのかが分かってしまうのです。他国の領海を通過するときなら、浮上して国旗を掲げなければならないが、潜水艦が公海を潜航するときには、浮上したり国旗を掲げることは、必要ないはず。あそこは公海だったのに、そこで浮上したり、国旗を上げたというのは、尖閣諸島での日本の主権を認めてしまったことにならないのか？我が国の潜水艦はまた浮上させられてしまった。情けないし、誠にみっともない。潜水艦のすべてのデータ、つまり行動の全プロセスが日本にバレてしまったということが最大の問題ではないか。日本の潜水艦に追跡された挙句、浮上。まるで白旗を上げて降伏したようなものじゃないか。世界一と言われている日本の対潜水艦能力。この作戦で我が国の潜水艦が浮上して国旗を掲げたということは、日本に対してこちらには攻撃力がないことを認めたことになるのではないか。つまり、日本の艦船による強制送還を受け入れたというわけだなどなど、中国が最新鋭を誇っていたはずの原子力潜水艦が日本の海事に浮上させられたことに、多くの国民が疑問と不満を感じたようです。軍事大国であり、じわじわと日本に圧力をかけていたはずなのに、足をすくわれてしまったことで、自国に対して怒りを感じた人さえいたようですね。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本では原子力潜水艦を建造してもいいのではないのか？そんな意見が
一昔前に浮上していた。だが、この原子力を使うことをためらう野党の猛攻で実現はされていない。しかし、時を超えて、今、原子力よりも強力かつ、高性能の潜水艦が誕生している。通常動力型潜水艦では、世界でもトップだろう。だが、このリチウムイオン電池搭載潜水艦が登場したのも、2018年を流潜水艦の進水式で明らかとなった。その時、当然、世界は度肝を抜かれることとなった。一番動揺を隠せなかったのは、総合衆だろう。また、中国や韓国も、同様に驚いたはずだ。ハイブリッド方式の潜水艦が誕生した瞬間だ。この時、豪州がなぜ後悔したのか？そう、流型潜水艦の入札国に、日本の潜水艦が最後まで候補に上がっていた。だが、最後の最後違った方向へと向かった、豪州だった。では、その時、何が起きていたのか話していこう。この選考過程において、一時期は日本の優位が伝えられていたこともあり、そう、流型潜水艦をベースとした日本としても初となる潜水艦の海外輸出の可能性には賛否両論の声が囁かれていた。しかし、2016年の決定以降もフランス湾のベースであるシェフラン級原子力潜水艦そのものの建造が予定よりも遅れ、かつ、日本が、その間に、欧竜を配備したことから、逆転受注の、可能性も噂に上った。個人的には、今更、フランス湾を保護にして、日本への発注のやり直しを、オーストラリア政府が決断する可能性は、甚だ低いと感じるが、何事にも、絶対ということはないため、ゼロとまでは断言できない。それでも、このタイミングで、もし、仮に日本案に戻りたいというのであれば、2016年時点で、一旦選考から外した日本案に対して、その当時以上に選択すべき、強固な理由がなければならないだろう。一説には、2016年の日本提案は、当時のディーゼル機関と、鉛蓄電池とモーター、スターリング機関を搭載する艦だったが、最新型でリチウムイオン蓄電池となったことに、その可能性を、見る向きもあるようだ。しかし、日本が、最新式のリチウムイオン電池搭載型をオーストラリアへの輸出で提供することは現時点では考えづらく、日本の潜水艦の優位性を信じたい層からの希望的観測とも言えるものだろう。そもそもオーストラリア海軍では現行のコリンズ級潜水艦でもその大半をアメリカの兵器システムの上で運用しており、その意味から同様である日本の潜水艦をアメリカも推していたと言われる。それでもフランス湾に決定したということは、日本の潜水艦では実現し得ない要素、潜水艦の機能そのものもだけでなく、政治的な側面からの判断も大きく影響していると見る方が妥当だろう。
このアタック級潜水艦計画が浮上してきた際に、政権の座にあった。オーストラリアのアボット首相は、潜水艦自体の兵器としての性能面に重点を置いていたとも伝えられているが、2015年9月に退陣に追い込まれた。代わって、政権の座についたターンブル首相は、そうした兵器としての、潜水艦の機能面よりも、経済的に悪化しているオーストラリア国内の雇用面への同計画の起用、大きくせざるを得ない状況とみられる。つまり、現地オーストラリアにおける完全な潜水艦建造の完結に前向きな、フランスやドイツの提案の方向へ、日本の安否下げよりも、より大きな比重を置く選択となったものと、見られているのだ。この点、オーストラリア国内での完全な建造に対して、これまで武器輸出の実績もなく、さらに、それゆえに 100% の技術移転にも日本側が慎重な態度であったことは、想像に難くない。この当たり武器輸出国として、様々な経験を積み重ねてきているフランスやドイツは採用国が要望する技術移転についても落としどころを踏まえたある意味狡猾な立ち回りにも長けていると思われる。加えてドイツも含め日本の潜水艦提案よりもフランス提案をオーストラリアが選択したポイントは多用途に運用可能な潜水艦であるという点が大きかったのではないかと想像できる。これは日本やドイツの案は通常動力型の攻撃型潜水艦というパッケージだが、フランス案であれば上陸用の特殊部隊員を輸送可能であり、さらに対地攻撃用の兵装をも装備可能という多用途性を持つからだ。こうした一隻の潜水艦に多用途性を訴求する思考は多数の潜水艦を海軍の規模的にも維持することが厳しい国において見られる特徴ともいえ、例えばインドなどでも見られている傾向だ。個人的には、兵器としての一隻の潜水艦に、あれも、これもと詰め込むのは、結果としては、どれも全てが中途半端であり、運用目的の明確化につながらないのではと危惧するのだがどうだろうか。ここまで考えると、オーストラリアが志向する多用途潜水艦としては、韓国が建造を進めているとサムアンチャンホ級潜水艦が規模や、兵装としては、最も近い存在なのではないかと、すら思えてしまう。とサムアンチャンホ級潜水艦は、これまで、ドイツの潜水艦を自国内で、建造してきた韓国が、その技術移転とノウハウを使用して建造している。艦であり、攻撃型にもかかわらず、VLS を搭載する重武装で知られる。ただし、軍事的には、このトサヌアンチャンホ級潜水艦の有用性には多くの、疑問の声が聞かれてており、オールインワン的な潜水艦が果たして実用に応えるものかどうか、
今後の収益状況が注目されるだろう。韓国は今まさにインドネシアとの航空機や潜水艦の輸出をほっこにされそうな状態でもあり、オーストラリアが望めばトサンアンチャンホ級潜水艦をベースにした安価な潜水艦を提案しかねないとも思える。